皆さんこんこにちは、ハヤトです今回は南の島で大統領生活を満喫するゲーム「トロピコ5」をプレイしていきます今回プレイするのは前回に引き続き最初の島カヨド・フォーチュナ観光地として成功させ一定数の観光客を呼び込む任務を続けていきますじゃあこの有り余る貯金を使って一気に観光地を拡大していこう観光は儲かってるのかねどうなんだろうね 一応収入は出ているみたいだけど、そんなに大きい、あ、すごい、ホテルすっごい儲かってるみたいだ。ボロ儲けじゃないか。あ、これ観光局だ、多分。ん違う。これ移民だ。<laughs> こっちの港から来やがった。<laughs> ちょっと待て。そっから移民してきたの。歩いて移動してるけど。ガレージがないからか。ガレージを用意してやろう。遅いけど、じ <laughs> ゃちょっと遅いけど。 ガレージを、ここに、はい。あ、竜巻が発生しています。いやー、やばい。そど真ん中じゃないか。<laughs> あーなんかのゲームでも見たな、こういうの。意外とノーダメか意外と。意外とダメージはない。 建物が壊れるでもな何だ何だ口だけか島民が何人か死んでそうなんだよな。<laughs> え、何だこれあ、作物がやられるのかなこれ、ひょっとして。人口も減ってないね。何だこれ。終わった。あ6人死んだって。<laughs> 死んだみたい。 プレジデンって悲しい知らせがあります。レオンインが殺され、殺されたのあ、256人の観光客を島に呼ぶ。あ、毎年年末に国庫金の25%が没収だって。やばい。お金使わなきゃ。所持金ゼロみたいにしなきゃ。常に。ガンガン行くぞ。まず、イルカ水族館を建てるんだ。<laughs> イルカ水族館。ガンガンお金を使います。エコ志向の観光客向けの、ハンググライダー。 もう何でもかんでも建ててしまえ。博物館もな。一応こっちをなんかお金持ち向けみたいなエリアにしてみようかな。はい、えっと、お金持ち向けの、あれお金持ち向けのホテルっていうのはないのか。文化志向とお金持ちは違うよな。ヒストリックイン。オ、okay、ッ足エンダよくわからないからいろいろ建てて。 効果を見てみるか。あと、えー、12万。あと12万使わないと。無駄な公共事業をもっと進めなくては。<laughs> えー、カントリーホテルやキャビンは、近隣に建物が多いと良くないって書かれてるね。こっちの海沿いの方に。こっちは何も特にないので。キャビン。あ、これ面白いな、キャビン。周囲に建物多いとダメって言われてるけど。まあ、お試しで。さあ、まだまだ、あと、あと8万。お金を使わなくては。 もっと、もっとだ。もっと無駄な公共事業をするんだ。<laughs> あ、大聖堂が立つ。これはあった方がいいね。これで宗教派閥を黙らせることができるはずだ。大聖堂。あと6万。まだ、まだまだ金あるなあとはなんだセラピー施設。あ、医療。島全体に医療。これ全体だって島。これは多分建てればどこにあってもいいってことだと思うからえ、セラピー施設だね。はい。セラピーを受けるんだ。 あ、マンションとか建てられるようになってるじゃないか、いつの間にか。冬眠千人とか行くのかなこのまま行くと。<laughs> 大丈夫かこれ。あと5万5千円。まだ金あるぞ。次は何を建てるんだ <laughs> あ、そうだそうだ。えー、っと、超力発電所。発電してみようか、ちょっと。どうかこの辺の波打ち際で。ついに我がトロピコにも電気が。電気がやってきたぞ。はい。まあ、使わないと思うんだけどね、すぐにはね。 ま立てておけばいいかもね軍隊がさちょっと軍隊最優先で立てないとやばいかもね今今軍が薄いぞ新しいミッション出てるガーデンを銃建設してくださいあーこれはあれだね美観をあげなさいっていうことだあここから募集される金額4%減少だってこれ早くやらなきゃホテル周りがいいかもねガーデン 観光客を島に呼ぶあと256人あれーまたデモ起こってるなんでや <laughs> 今度は中流階級のデモみたいだよトロピコにおける暮らしに不満を持つ人々がデモを行っています交渉するっていうのがあるなあ買収でいっかお金あるし買収する <laughs> 全て金の力で黙らせていくお金が足りなくなったら軍隊で黙らせようブーブー言いやがって バカ野郎どもが。ちょっと建設業者足りないね。なんか建設ラッシュが来てるんで、もっと建設業者を増やしてみようかさ。ホテルは従業員何人ぐらいいるあ、結構いるね。ホテル従業員ね。これで、えっ、ー、と、失業者。あ、まだ失業者29人いるなもう一軒ホテル建ててみようか。もうなんか埋まってるっぽいんだよね。こうやってクリックした感じ。ホテルはいくらあってもいいだろう。はい。観光客をどんどん呼び込むんだ。 も、もっと行ってみるか。<laughs> ど、どんどん行ってみるか、こうやって。ただ、ホテルばっかりってなんか観光に、なんか観光的なスポットが足りないな。<laughs> なんか建てよう。えー、っと、キャバレーはいいかもね。裕福な観光客向きだからとか、こっちに建ててみようか。キャバレーって行ったことないなちょっとなんかセクシーなイメージあるよね。さ新しい建設業者で、またさらに8人の雇用を生み出すことに成功した。 雇用を生み出すとか。なんか本当になんかリアルっぽいよね。<laughs> 無学な連中向けの雇用を生み出すのだ。無学な連中向けの。あ、2300円が新世界機構によって没収されましたって。よかったね。お金減らしといたから。定期的に宮殿見て、クエスト発生しないか見なきゃもったいないね。アシエンダを一つ建設すると資本主義者の支持度が上がる。あ、資本主義者の支持上がるのいいね。で、アシエンダって何 あ、シンダ建てなかったっけあ、ここにあるじゃん。最優先で。はい。あ、シンダもう一個建てるか。金持ちが来れば、潤うだろう、きっと。はい。金ならあるんだ。一気に観光棟になってきたね。で、えっ、ー、と、このバラックがさ、ちょっと目立つようになってるんで、この観光地で働く人向けの建物が欲しいね。マンションでいいかなマンション建ててみようか。これはもう観光客向きじゃなくて、 観光地で働く、冬眠用。駐車場もね、仕事に行きやすいように。バラックができちゃってるんだよね。こんなとこにバラックあったら警官が台無しだ。リアルにね、多分警官の値が下がると思うんだよね、バラックがあると。新たに20名がトロピコに到着しました。これ移民たちがまた、こう、徒歩で。<laughs> なんで、なんで向こうの港から来ないんじゃ、お前らは。あ、二つの娯楽施設をもらえるって。 最高じゃないか。じゃあ、これはクください。ください。一番高いのはどれだサーカスかななんかいまいちだね。はい。さあ、立ったぞ。えー、マンション立ちました。早速、3家族が住んでいるようです。ただ、中流家庭しか住めないみたいだね。貧乏な人でも住めるようにしたい。えっ、ー、と、これは家賃を下げるとか。あ、すごいすごいすごい。もう埋まった埋まった埋まった。埋まった ここで働いてる人が、あ、バラックも減ったね。ここで働いてる人が住んでるんだ。一軒じゃ足りないと思うので、さらにマンションを建てましょう。隣接する形で2軒目を。さあ、どんどん街っぽくなってきたぞ。目の前に住んでる人いるけど。<laughs> 入れなかったのか。<laughs> マンション、マンションが埋まっちゃって <laughs> 入れなかったんだね。そうだね。<laughs> すまない。さあ、もっとお金を使わなくては。 おすすめ建造物、廃棄物処理場だって。近隣の環境汚染が減少する。ああ、こっちの汚染すごいことになってる。はい。えーと、次何建てようかな。ハンググライダー場は、あ、できたね。ハンググライダー場。こんな街のど真ん中に作って果たして効果があるのか謎なんだけど、これ高いとこに作んないとダメじゃないの飛び立てるのこっから。<laughs> ジベタだけど。<laughs> 標高0メートルみたいなとこなんだけど。 とりあえず建てるだけ建ててあテレビ局とか建てられるようになったみたいな今度えー、あ病院いいな病院建てとこあ支持率55%しかないけどっていうかやばいぞこれ病院を建てることでごまかすんだー高級娯楽施設を4つ所有してください これでまた支持率が上がるみたいだね、資本主義者の。もう満たしてる。よしよしええー、と、島の資本主義者が増加する。資本主義者増やしていくか、共産主義者だらけなんだよね。これしちゃうと、支持率下がるんだよな、でも。資本主義者の島にしていく必要があるのかこれ。そっちでも良さそうだけどな。いやー、どうしよう。もういつまでも共産主義では、世界の経済と戦っていかれないかもしれないもんね。資本主義者増加させてみようか、試しに。はい。 プレジデンテ、もっと多くの観光客を島に引き寄せましょう。はい、高級娯楽施設を建てろって。こっちは飛行場を、あ飛行場だって。飛行場を建てろって。ついに、来たね、飛行機。どん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 島が発展していく。まずは高級娯楽施設を建てようか。何でもいいみたいだから、カジノ。これだ、カジノを建てよう。 これはね、お金持ち向きなんだよね。だからこの辺りに建てるといいかも。子供は入ることができません。はい。これはちょっと楽しみだね。で、あとは、金とかをちょっと掘って売ろうか。少し収入を増やしていこう。こうして。えー、自動鉱山があるので。あ、あと石油もあるんだよないろんなことができるようになって。もう。 どこから何からやろうかワクワクしてしまうね。うっプレジデンテこれは言うならばトロピコの危機ですぐさま対応するべきでしょう。またデモが。またか。何が不満なんだ、貴様ら。じゃあ、金を払う。<laughs> 毎回金払ってたらさ、デモをこせば金もらえるって思っちゃうんじゃないか、こいつら。あ、俺まずいぞ。 失業者が32人もいる。そしてね、どうやら、ホームレスが、ホームレス145人だとちょっと待って。無学なホームレスが山ほどいる。小卒無学。だから、安い建物が足りないのかも。やばいね。家、家が足りない、全然。マンション建ててみるか。マンション建てれば住んでくれるかな ああ、もう。必要な裕福度中流なんだよね。一般住宅は、一戸建ては。簡易住宅は低くてもいい。えー、で、これを踏まえて。ああ、マンションも必要な裕福度中流になってる。あ、いや、待てよ。これ多分さ、予算って、こう,こうか。あ、わかった。これ予算って国がかかる予算じゃなくて、 国が取る家賃だ予算って。前のトロピコのシリーズにあったんだよね。じゃあ、えっ、ー、と、貧乏人向けのマンションを用意してやろう。こっちで。お金がなくても住めるように。お金今余ってるから。OK。これで50家族だから、まだ足りないかもね。もっと建てようか。えっ、ー、と、駐車場もね、建てて。 目の前には、えー、セラピー施設がある。嫌 <laughs> がらせのようにセラピー施設がある。<laughs> どうせお前らこういうとこが必要なんだろうみたいな。ああ、そうか。無学でも働ける工場とかもあるといいよね。農場とかだよね。だから、無学でも働ける農場みたいな、そういうのあるといいね。このさ、工場式畜産場は、あ、無学でも働けるけど4人なんだね。やっぱ工場とかに なっちゃうと、工場というか、機械化が進むと働ける人が減ってくるんだ。おいおい。図書館の管理者がゼロって研究が進まなくなっちゃうじゃないか。研究ポイントが生成、生生成されていません。おい、ちょっと待て。研究進んでない今。観測所、研究ポイントを生み出す高チに配置すると効果が上昇する。これ立ててみる大卒が足りないってことか 大学あったったけ <laughs> ちなみにあったよね大学立てたよねどっかこの辺にあーっとこれだ大学卒業するまでが時間がかかるんだねすごく学生8人いるんだけど大学が足りないのか595人いる割に大卒が必要な建物にあんまり人がいないよね 永遠の友情あ大学教育を受けた人材5人送ってくれるってドンピシャじゃないかお願いします <laughs> お願いします選挙まであと11ヶ月支持率は67あるから余裕そうだねロシア人たちはあのガラクタを返してもらいたがっているようです彼らはガラクタの輸送を監督するための人物をこちらに残すと言っておりますキャビンを4つ新しく建設すればソ連との有効度プラス10よしキャビンかこれはまあ簡単だね これ近くに建物があると効果が下がるんだけど、ちょっと待て。<laughs> キャビンの隣にバラックがあるぞ。これは雰囲気が台無しじゃないか。掘ったて小屋のようなものがこんなところに。もう少し、このホテルエリアで働く人が住めるところを増やさなきゃいけないね。バラックがある。すごく。建てたんだけどね、ここに。あ、まだ完成してないんだね、マンションが。 あと、えっ、ー、と、こっちだよね。こっちにも結構バラックがあって、貧乏人が住める家を建てなきゃいけないって思ってたんだ。そうだ、これだ。裕福な人しか住めないんだよね。なので、ちょっと予算を下げてみよう。はい。必要な裕福と貧乏。予算を下げることで、えー、貧乏人でも住めるようにしてみました。ほら。サクッと埋まったね。これ予算ゼロっていうのはないんだよね。えー、新しく建ったマンションも、 えここはもう貧乏人用のマンションにしたいので予算を、えー、最低限まで下げましょう。これでね、住むところがなかった人たちが、お金がある奴らは住むんじゃないぞ。<laughs> 金持ちはここに住まないでくれよ。ここは貧乏人用だからな。裕福な人が優先してなんか入ってきちゃったらどうすればいいんだろうね、これね。まあお金持ちはこっちの中流用の一般住宅に住んでくれるんじゃないかなって思うんだけど、怪しいな。 改造っていうのがあるんだ。部屋数重視。あこれを入れれば、世帯数が14になるんだ。へえ。部屋数重視。こんな項目があるんだ。これ収入ゼロの場合ってどうなるんだろうな。住めるのかな。よし、貧乏人用は部屋数重視だ。いや、だめだなどんどんバラクがやっぱり再建されてしまう。 原因は何だ一体。え、中流なんだけど、なぜだ <laughs> な,なんで中流の人がここに、バラックに住むんだ家があるのに。支持率はでも爆上がりしている。もっともっと建ててみるか、マンションを。とりあえずバラックがなくなるまで行ってみる。あ、あと、あ、違う、マンションか。今建ててるのがマンションだよね。 もっと建ててみよう。もう2軒ぐらい。頼むからここに住んでくれ。もうちょっと優先で建ててみようか。この観光地で働く人たちはここに住んでもらおう。まあ別に支持率も高いから、そこまでね、バラク気にしなくてもいいのかもしれないけど。はい。69%を獲得し、選挙に勝利しました。いいぞ。あなんかまたデ、デモが、デモがどっかで起こってる。 <laughs> やめてくれ。あ、ここだ。またか。<laughs> えー、デモの参加者を買収する。綺麗、まあ。これでしばらく経てばバラック、あ、ちょっとバラック減ったかな。ソビエト政府はトルピコとの永遠なる友好関係を表明しました。えっと、大学教育を受けた人材後に。人口が649人もいるから、大学もう一軒建ててみようかな。全然足りてる感じじゃないもんな。 大卒がもっといないと研究ポイント入んないんだよね。安アパートの安マンションの目の前にここに建てとけばまあ通えるでしょう。高校ちょっと遠いけど高校は稼働してるのかな高校学生15分の15卒業生9時高校も足りてない感じがするな高校も建てよう高卒じゃないと多分大学には通えないからね人口が爆増中で失業者21名仕事の空八81 これは多分、額がないと、働けない建物で働けてないんだろうなまずい。プレジデンテ、我々はケーンを殺した犯人を探しているわけですが、足取りを追うのに最も長けた者たちといえば、それはハンターであり、ハンターといえば、やはり小屋です。キャビンを5つ建設する。キャビンを5つ建設すれば、無料で建てられるみたいだね。娯楽が。キャビンか。1、2、3、4、5 <laughs>。何も考えずに連打してみました。 新しい建物建ったみたいだね。カジノ。えっ、ー、と、電力が繋がっていません。えっ、ー、と、カジノ用にもう一つちょっと発電施設も欲しいところだね。どれだったっけウォーターボーン。超力発電所。またこれ使ってみようかな。波の力で発電できる。とはいえ、これ、ちょっと場所大事だよね。なんかあんまり観光地にあっちゃいけない建物な気がするな、発電所って。目立たないところに建てようか。この辺にね。 うえ、デモ多くないどういうことだデモばっかり起こしやがって。支持率はガンガン上がっているのにまたデモが発生している。ストライキーえなぜだ驚愕の事実が判明しました。あの一見なんてことのないガラクタの正体はソ連のミサイルだったのです。何ソ連のミサイル不発弾えーと、どうしようかな。ソ連に渡せばソ連と言うことが上がる。これは、自国に保管する。何 打ち込めるのか保管しとけば。まあ、引き渡すか。<laughs> ちょっとまだ戦争したくないからな、今な。仕方がない。ストライキの参加者は買収しよう。こうやってデモが起こるたんびに、ストライキが起こるたんびに買収してるから、ちょっと不平不満を言えば金がもらえるって思ってるのかもな、島民たちが。お金が貯まったら軍隊増やしてちょっと舐められないようにした方がいいかもしれんな。アメリカがミサイルの一部をトロピコに保管したがっています。ええー。 廃棄物処理場を3つ所有する。<laughs> アメリカが産業廃棄物をうちに埋めようとしている。いいのか、これ。まあ、すでに1個廃棄物処理場があるから、まあいいか。ちょっとぐらい増えてもいいよな。大丈夫、大丈夫。ちょっとぐらいね、放射線とか出ても大丈夫だよ、きっと。大丈夫ではないな。えっ、ー、と、赤くなっているエリアが汚染がひどいエリアで廃棄物処理場が必要なところだと思うんだよね。この辺りにちょっと立て,てみようか。 この辺は農場にしようと思っていたんだけど。でさらに、あと一つ廃棄物処理場が必要です。はい、観光客を島に呼ぶ256分の238だから、あと少しホテルを建てれば、このクエストもそろそろクリアできそうだね。気になる建物全部建ててからでもいいかな。お金が増えそうなもの全然建ててないもんな。あれ浜木工場で働いてる人がゼロになってる。なぜなんだ ちょっとデータを見てみよう。ここは高卒以上じゃないと働けないんだけど、学力はどうなってるんだろう島民たちの。あ、学歴、これだ。えっ、ー、と、無学 167, 小卒 163. あー、高卒 49, 大卒 58, 全然足りないんだ、これ。小卒以上が320に、ほぼ。8割ぐらい。<laughs> だから、いなくなっちゃったんだ、浜木工場。こりゃいかん。 俺、工場とか、図書館とか、学力が必要なところ、また無事になっちゃった。学校、で、で、高校の教師も足りてないもんだって。教師は雇うか ?500 円で雇える。人を雇う。少しずつ、お金を払って、教師を雇わなくては。プレジデンテ、レオン・ケーンを殺害したと証言する旅行者が見つかりました。あ、クリアだ、これで。 ただ不思議なのは、彼はレオン・ケイに非常によく似ており、殺害の1週間前に2人が会っていた形跡があるということです。ですので、彼が本当の犯人である可能性も否定はできません。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回は久しぶりに2番目の島、バオバオに戻るのですが、なんと初めてのゲームオーバーになってしまいます。続きを見たいと思ってくださった方は、 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。